ございます。なんかちょっと神宮花火大会みたいなちょっとご覧いただいたということで、みんな全員無事で生きております。監督の宮です。どうもよろしくお願いします。ちょっと今日はこのまま私が MC を務めても面白くないかなと思いまして、ぜひ一番しっかり者のアスカさんお願いできますか。はい、年上です。そんなことは一番年上です。進行変わりまして、アスカリンが務めさせていただきます。よろしくお願いします。それでは京子ちゃん、はい、今回映画初出演初主演ということですが、はい、やっぱり経験がないんですよ。とにかく今まで私は人についていって頑張ろうっていう、ドラマとかで思ってたんですけど、今回は主演ということでついてきてもらえるように頑張らなきゃなって思いました。皆さん肝が冷えてると思うので、ここでこんな企画を用意しました。100倍カレーで肝を温めようということで、3人のキャストの名前が書いたカードを引いてもらい、その3人の中のうわ誰かがとてつもなく辛いと評判の100倍カレーを食べます。色やばいよね。お願いします。じゃん、アスカです。思ったんですけど、私もふーした。さすが、さすがです。いただきます。喋れます。痛いです。衝撃の温まりました。すごい温まります。もうりんちゃんにも京子ちゃんにも助けられて、すごく素敵な作品に仕上がったと思うんで、今日見てくださった皆さんもまたもう一度劇場に足を運んで何回も見ていただけたら嬉しいなと思います。この眉という役ですけれども、すごくこの前の事件に巻き込まれて心に傷を取らしてしまった女の子の役なんですけど、自分もちょっと前に似てるとこがあるんですよ。やっぱりいろいろ辛いこともあって、なんかもう嫌だなって思うこともあったんですけど、実際辛い思いをしてきてよかったってこの映画に出て思いました。この映画をぜひ見ていただいて、生きるっていうことに生きることをもう一回考えるような作品だと思うので、本当にたくさんの方に見ていただきたいなと思っております。本当に皆さん今日はありがとうございました。